はい、それではサンライズという継ぎ方をついていきます。ゲストビール、黒ビールが来た時にのみできるハーフ&ハーフです。今週は朝日生ビール、黒生というマレーフの黒ビールタイプのものがつながっています。まずサンライズという継ぎ方は、この一番右側のサーバー、オールタップサーバーから黒ビールの液体を静かに継いでいきます。この上に昭和のビールサーバーを使ってミルコの白い泡を継いでいくハーフ&ハーフです。こうして継ぐと、この白い泡が黄色い液体に戻った時に、白い泡、黄色い液体、黒い液体の3色に分離していきます。グラスの反対側から照明を当てた時に、まるで日の出が出てるかのように見えるので、サンライズという継ぎ方です。出てきたビールをすぐ飲むのではなく、目で見て少し楽しむハーフ&ハーフです。泡と液体の境目にご注目ください。